第21回就活生による就活のためのラジオ就職活動。はい、皆さんこんばんは、メイン MC ことザキヤマです。はい、今日はですね、そうですね、先週選考が1個またありまして、そこで変わった選考方法というか、それとそこで同じ学生の方から聞いたお話を少ししようかなと思います。それでは本編フリートークに入りたいと思います。それでは、はい、それでは本編フリートークに入りたいと思います。はい、まあね、ここ最近あったかくなってきましたね。就活用リクルートスーツもまああったかくなってきて、ちょっと汗ばむ時もあるのは僕だけでしょうか。正直コートいらないぐらいですね、昼間は。まあそんな寒暖差が激しいこの時期に、皆さん先行ガンガンやってるとは思うんですけど、先週ちょっとある企業さんの選考会あった、一次選考会がありまして、そこでちょっと変わったというか、こんなことやってるの多分ここの企業だけなんじゃないかなと僕は正直思いましたね。まあまずウォーミングアップというか、いわゆるアイスブレイク的じゃないですけど、準備体操としてちょっと考えてきた一発芸なり、なんか一芸を見せてくれと言われまして、まあ僕もやったんですけど、ここでちょっと公共の電波というか電波を通して言うのはものすごく恥ずかしいんですけど、まあもしかしたらね、これを聞いてくださってる方でね、ご縁があったら会えるんじゃないかなと思って、その時にまあ聞かせてあげられるかもしれません。はい、まあ、まずそんなメールをね、まず企業 の人事の方から受け取りまして、正直びっくりしましたね。一発芸ってなんだよと、何すりゃいいんだとちょっと考えたわけですよ。やっぱね、結構難しいもんでね、まあ、つかめは良かったです。で、次キャリアデザインとか大学とか専門でもいいんですけど、授業でとか、あとは学校内でのセミナーでマインドマップって聞いたことありますかね。なんかマインドマップって、キャリアデザインとか授業で取ってない限りは絶対とまでは言いませんけど、ほとんど縁がないものなんじゃないかなと僕は思って、まあ前回同様、マインドマップを検索してたんですね。で、まあ前回同様、ウィキペディアさんをお使いになって、まあ、マインドマップとはトニー・ブザンが提唱した思考発想法の一つであって、頭の中で起こっていることを目に見えるようにした思考ツールのことを指すそうです。なんか中学校とか高校とかでもいいんですけど、なんかディスカッションして、それに派生した事柄をどんどんつなげていく、メモリーツリーっていうんですかね、そんなような感じのもんだと思っていただければいいんですけど、まあ書き方はそれと同じような感じで、表現したい概念の中心、例えばまあ就活っぽく言えばエントリーシートってつなげて、それを放射状にキーワードやイメージをどんどんつなげてって、自分の思考とか発想を豊かにしたりするものらしいんですね。で、記憶力を高めるために、想像と連想を用いて思考を展開する。で、この方法によって複雑な概念もコンパクトに表現でき、非常に早く理解できるとされ、注目され始めているという
もんですね。まあ、人間の脳みそもなんかネットワーク、意味ネットワークと呼ばれる意味記憶の構造によく適合しているらしく、理解や記憶がしやすいというメリットがあるそうです。まあなんか注意書きじゃないですけど、しばしば図解表現技法やノート術などと紹介されるか適切ではないらしいです。開発者のトニー・ブザンさんという方は、脳科学や心理学の知見からマインドマップを通してメンタリーリテラシーの重要性を提唱していると。でここでメンタルリテラシーとは、簡単に言えば頭の使い方やであり、学び方や学ぶ力を、学んだことを活用する力を指すということです。でこれ本来は紙とペンがあればいくらでも書けるんですけど、コンピューターでも検索エンジンかけてもらえればフリーソフトとかいろんな専用のソフトがヒットするんで、これはちょっと就活生の皆さん、ちょっと自己分析をする際にもそうですけど、企業研究だったりとかにも幅広く応用できるものですし、あとは企業の方で聞いてる方がいれば、ぜひ新人研修にも使ってもらえれば、ちょっと面白いというか、改めて新人さんの新入社員のことがよく理解できるんじゃないかなと僕は思います。まあそんなのをやったわけですよ。帰ってきてねと。正直僕キャリアデザインとか就活講座みたいのは大学で授業としては取ってなかったので、マインドマップとはなんじゃこりゃという感じだったんですけど、検索エンジンで調べてなんとか形にしましたね。まあ形といってもよく履歴書にあるような趣味特技、自己 PR、 まあ将来の夢とか、そのありがちなもの、自分というテーマをにして派生していった形ですね。で皆さんはまあご存知の通りに、僕こうやって学生ラジオやってるわけなんですけど、まあそれを中心に僕は話しました。はい。やっぱこういった活動とか、やはり大学生のうちにしかできないことだと思ってるので、まあ僕は良かったです。これをやっていろいろと、なんていうんですかね、そっからなんか新事業とか考えられるんじゃないみたいなことも言われましたし、今日は正直マインドマップ自分で作ってても面白かったですし、なんていうんですかね、言葉で説明できない部分をその視覚具現化、具体化させて見せるっていうことは、相手に伝わりやすい最も早い方法なんじゃないかなと僕はマインドマップを人事とか代表の方に見せた時に思いました。正直使いやすいアイテムです、これ。ちょっと今後僕は利用していこうかなと思います。はい。でそうですね、たまたま僕入れて3人だったんですけど、隣の2人、一緒だった2人はちょっと面白い、僕以上に面白いことをやっていまして、まあインカレサークルでコーヒー研究会というなるものをやっている女の子がいて、ちょっと面白かったです。基本学生主体なんで、やはり広報活動やら取引先の交渉やら、そういうの全部学生でやってるらしく、所属しているメンバーの大学祭とかでも出展しているそうなので、そこの取引先が主にラオスらしく、ラオスなんですね。そういった意味でラオスの復興というか支援というか、一役買ってるんじゃないかなと思いました。非常に活動的には面白いです。ぜひ自分の大学のね、大学祭に呼んでみたいという方は、ちょっとコーヒー研究会と調べてもらえれば何かしらヒットするそうなので、ホームページもあるみたいなんで、ぜひ検索してみてください。はい。でも正直コーヒー研究会になるものが、コーヒーね、コーヒー好きがね、転じてね、そんなサークルがあるってことはね、非常に彼女にとっても
良かったことなんじゃないかなと思いますね。まあ、聞いてるうちにちょっとここのラジオのゲストとして宣伝も兼ねて何をどんな感じでやっているのかというのをここで発表してもらいたかったんですけど、ちょっと予定が合わなかったようなので来てはいないんですけど、はい。でもう一人男性の方ねがいて、彼もまた面白いことをやっていて、なんだったかな、ちょっと話聞いてるうちに面白くなっちゃって、ちょっとメモしてたの、ちょっと軽くメモ取ったんですけど、どうだったかな。あ、ありました、ありました。皆さん、フェアトレードというなんか活動らしきものを知っていますかね。まあ、これも同じく僕もよくご存知はなかったので食い入るように聞いてしまったんですけど、まあフェアトレードコーヒーだったりとかフードショップとかいろんなものですね、主に言うと国際的な貧困対策、環境保護を目的とし、アジア、アフリカ、中南米などの発展途上国から先進国への輸出においてこうした取引形態が採用される場合がある。まあ、主な品目としてはコーヒー、バナナ、カカオのような食品、種工芸品、衣服があるそうです。まあ、需要や市場価格の変動によって生産者が不当に安い価格で買い叩かれ、あるいは恒常的な低賃金労働者が発生することを防ぎ、また児童労働や貧困による乱開発という形で環境破壊を防ぐことを目的としているそうです。うん、先ほど言ったコーヒー研究会もそれに近いようなことをやっていまして、まあ要は国際的にというか面白いことをまたしているなと思いましたね。なんか言っていいのかな、ある東京経済大学内のサークルでそういった活動をやっているそうですね。でまたその彼は国分寺駅周辺でまたなんか町チョコ企画というものもやりまして、まあ保育園とかですかね、教育機関、教育施設から多くの応募への応募をいただいて、それをまあなんか紙に印字というか印刷チラシみたいな形にして駅周辺で配ってたそうです。はい。で僕がちょっと一番気になったというのがアースデーという代々木のところで行われているアースデーというイベントがあるそうなんですね。そこではなんかフェアトレードというかそれに近いような活動をされている方々が多く集まってて、ちょっと今度皆さん調べて行かれてはどうかなと思います。まあこんなグローバルとね言っているね、このご時世ですから、そんななんかアースデーって聞かれたら多分グローバルなんだろうなと思いながらね、僕はちょっと今度行ってみたいと思います。はい。結構面白いですね。なんかあとなんかスーパーニュースとかなんかとかでなんか彼がなんか彼もなんか運営スタッフの一人として参加してたなんかフェアトレードじゃないですけどなんかある企画もあるんで、それもちょっと見てみるのもなんか世界一長いミサンガを作ろうっていうやつ多分見た方いると思うんですけど、ちょっとそれを見ていただければいいんじゃないかなと思います。でまたなんかさらに面白いんですけど、知恵の輪農学校っていうなんかこれもインカレなんですけど、まあ土曜日とか休日限定らしく、まあ子供たちになんか藍染めの文化を教えたりとか、そういった文化を教える活動をしているそうです。はい。
ただ正直身近にこんな面白い活動している方々がいるとは僕思いませんでしたね。そういうのってやっぱなんていうんですか、なんかもうちょい自分とは遠い感じの世界で行われていることなんだ程度だと思っていた方いるとは思うんですけど、そういうわけじゃないですね。もしかしたら自分の身近にそういった活動している方いるかもしれないです。はい、まあそうですね、このこれをこの話をちょっと聞いてみて思ったんですけど、やっぱ活動ってやっぱ大事ですね。はい、それでは後半はそのか、まあ、学外活動についてちょっとお話をしたいと思います。それではお待ちください。はい、それでは後半戦といきましょう。はい、学外活動を話そうかなと思ったんですけど、ふと思ったのが、ちょっと僕ある漫画見まして、一生懸命勉強して医大学入って、その中でもトップの成績を取った人がなぜ採用されず、なんかサークルとかそういった活動している人の方が採用されるのと、ちょっとね、あるキャラクターが言ってたわけなんですけど、確かにふと僕もそれ思いました。どう考えてもちゃんと真面目に勉強してた方が、まあ、真面目な人間なんだということで、まあ取る側としてはなんか安心感というか、あ、働いてくれる、ちゃんと働いてくれるなということを感じ取れるはずなんですけど、確かに取る人物は何かしらの活動だったりとか魅力的な話し方だったりとか、要はなんか学業とは別のその他プラスの部分で採用している気がします。採用、企業の皆さん、これ間違ったらちょっと申し訳ないってことなんですけど、まあよく聞かれ、まあそこでよく聞かれるのが、まあサークルだったりとか、まあなんか大学生活以外でなんか面白い活動してましたかみたいなことはよく面接で聞かれるたりとか、もしくはあれですよ、自分の大学の専用の履歴書にもそういった書く欄があるとは思うんですけど、なんで、まあ真面目にじゃないですけど、トップの成績でもないのにそうやって魅力的なという前提もおかしいんですけど、そういった活動している人の方が多く取られるのかと僕ちょっと考えまして、一個思ったのが、魅力的な活動というか、そういった活動をする人って基本的にやはり仕事をやらせてもいい成果を出せる人が多いと思うんですよ。企業の社長さんであれば上に行けば行くほど、そう、特に創業時のメンバーとかそうですよね。ちょっとクリエイティブじゃないですけど、こんな活動しててそれが転じて今こういう職業に就いたんだって話をベンチャー企業の方とかお話は聞くんですけど、勉強、学業の部分って測れますよね。テストの結果であったり、偏差値というものであったりとか、志望高校というところで測れるとは思うんですけど、その人間味あふれる部分、人間らしい部分をやっぱ企業は確かめたいわけですよ。言ってしまえばこいつと俺は働きたいんだと思わせるような人物が採用されるんじゃないかなと思います。だから言ってしまえば
世界の中でトップクラスの大学高校、まあ、仮にそういうランキングがあったとして、トップ5くらいまでの大学高校に入ったとしても、そこで勉強だけやってたんじゃ魅力的ではないですよね。なんか物差しがない何かを見たがっている、そんな気が僕はします。今日の先週の選考会ですね、ものすごく強く思いました。はいね、確かに思いましたよ。僕もこんな活動してて本当なんか食いつかれるじゃないですけど、そこで話が弾んだりするんで、僕は正直助かってます。とりあえず困ったらこれを言うしかないと、僕の中でのなんか切り札ですよね。必要ですよやっぱそういうのは。と言ったところで、そんな大それたことできねえと。まあ確かにそうですよね。でもまあ普通のサークルでも何でも、ごく一般なサークルでもいいんですけど、このご時世学外活動に求められているものって自ら動くっていうか主体性っていうんですか、多分2週間ぐらい前にも同じことを言ったと思うんですけど、主体性ってやっぱ企業を大事にしているところ多いですよね。とりあえず実際働き出したら主体性うぬんかんぬんとかはちょっと難しいとは思うんですけど、僕はこれをサークル内で立ち上げてこんな企画やりましたとか、前半の部分で喋った2人は特にそうですね、やりたいからやったんだみたいなタイプなんで、とても面白い人物だったと僕は思いました。はい何なんだろう今日ちょっと喋りづらいですね、なんかネタがないのか一人が限界になってきたのか知りませんけど、はい。でまあ学外活動ってなわけなんですけど、まあ成績では測れない部分みたいっていうのは思いますね。例えばなんでこいつこんなアホなのにこんな人に好かれるんだろうみたいな人たまにいるじゃないですか。まあいるじゃないですかっていうか、例えばの話なんですけど、いたとしてなんでかなと思ったら、その答えっていうか測れる物差しがないものがとても魅力的、なんかほにゃらら力とかそういったものがなんかものすごく長けてる人は魅力的に映りますよね。だからまあ学外活動ってそういうところだと思いますよ、僕は正直思うのはね。今からですな、何ですかね、なんかやれるのかな。まあ学校で募集してるボランティア活動だったりとか、なんか刺激的な毎日になるような、自分の中で刺激的になったと思えることがいい意味、自分のなんか見えない部分を測ってくれる物差しになったりとか、まあES に書く際の材料になっていくんじゃないかなと思います。はい、それではエンディングへ行きたいと思います。
はい、それではエンディングになります。はい、今日はね学外活動ということでしたけども、やはり経験してる方はやっぱ得と思っといていいと思います。なんていうんですか、お金もそれなりに自由に手に入るし行動範囲も広がった。だその中でいいこと悪いこと、まあ、そういったものを全部抜きにしてやれることはいっぱいあると思います。学外活動という括りで言うのであれば、まあしてる方はなんかとてもいい材料を手に入れたというか、自分の中では何かしらいい材料、自分を形成していく重要なものになっているんじゃないかなと思います。まあやってない方も、例えばなんかやってないのとか聞かれたりとかしたら、就活終わりましたらこんなことをやります、やってみたいですってな具合に言えば、なんかメリハリというか就活のなんかそういったメリハリの部分がついて僕はいいと思います。まあ、結局学外活動ってやっぱ大事よね。何もしてない人より何かしてた方がやっぱ魅力的により映りますよとは僕は思いました。はい、第21回就活生による就活のためのラジオ就職活動でした。はい、皆さんまた来週です。